俺は君と寝たい。ちょっと秀明めっちゃ酔ってんじゃん。寝たいって言われても私たち今日ナンパされて出会ったばっかりだからどうしよっかな。とりあえずシャワー浴びてくればいいじゃん。そこから考えようよ。確かに。シャワー浴びてる間に冷静になられたらまずいな。風呂から引っ張り出すか。もう我慢できないよ。出てきて。秀明服濡れるよ。下パンツ履いてないじゃん。よし、今夜は楽しもうか。イエーイ。伊藤秀明さんは第6回ジュノンスーパーボーイコンテスト準グランプリを受賞したことをきっかけに芸能界デビューを果たします。ドラマや映画を中心に俳優として活動し、そのイケメンっぷりから女性に大人気の俳優へと階段を駆け上がっていきました。そのイケメンフェイスを生かし、秀明さんは様々な女性との関係を噂されてきました。俳優仲間の間では秀明さんの女遊びは有名だったらしく、週刊誌に撮られたこともあったのです。いやー、久しぶりの休みだからハワイに来たけど最高だな。今晩泊まってるホテルに女の子呼ぼうぜ。いいな、現地の外国人にする？バッカ、お前英語喋れねえじゃん。こういうのは旅行に来て気持ちが浮ついてる日本人の女の子を行くのがいいんだって。確かに。じゃあ日本人の女の子をナンパしようぜ。あ、都合よくあんなところにとびきりの美女がいるじゃねえか。ねえ、そこの美女、どうも、伊藤秀明です。今晩俺と一緒に飲まない？やば、マジで伊藤秀明じゃん。ハワイに俳優仲間5人と訪れていた秀明さん。ナンパをして自身が泊まっていたホテルに女の子を2人招待しました。ねえねえ、チューしようよ。やだ。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと撮らないでよ。いいじゃん、こんなことめったにないんだからさ。旅の記念だよ。仕方ないな。もう夜も遅いし、俺たち上に上がって寝るわ。オッケー、頑張れよ。飲み会は深夜に及び、気づけばその場に残っていたのは伊藤さんと女性二人だけになっていたのでした。俺は君と寝たい。ちょっと秀明めっちゃ酔ってんじゃん。寝たいって言われても私たち今日ナンパされて出会ったばっかりだからどうしよっかな。とりあえずシャワー浴びてくればいいじゃん。そこから考えようよ。確かに。シャワー浴びてる間に冷静になられたらまずいな。風呂から引っ張り出すか。もう我慢できないよ。出てきて。秀明服濡れるよ。下パンツ履いてないじゃん。ほら、行くよ。もう引っ張らないでよ。よし、今夜は楽しもうか。こんなところ通るなよ。旅の思い出、旅の思い出。秀明さんは一人の女性と関係を持ち、もう一人の女性とも B までしたそうです。フライデーに報じられた写真にはその時の生々しい様子が写されていました。秀明さんの下半身に女性が顔を近づけている様子や、女性に向かって下半身丸出しにして腰を突き出している様子、さらに女性と口づけを。ちょっと待て。どうしました？なんでそんな写真が流出してるんだ？そうですよね。そうですよね、じゃねえよ。何があったんだ？この報道は2014年にフライデーによってされたんですよ。じゃあ、2014年の出来事なのか？いえ、2012年の出来事です。なんで2年も空いてから写真流出してるんだ？それは秀明さんの結婚に関係しているんですよ。秀明さんは海猿で共演した加藤愛さんの結婚式で奥田あずささんと出会います。あの子誰？あの子は奥田あずさだよ。確か元 CA で今女優やってる。マジでめっちゃ可愛いな。ちょっと連絡先もらってくるよ。おい、まだ披露宴が最中だぞ。その日のうちに連絡先を交換し、すぐに交際に至りました。まだ付き合って4ヶ月だけど、俺は君が好きだ。結婚しよう。はい。交際4ヶ月での結婚というスピード婚でした。それが2014年6月の出来事です。つまり、その時の美女が伊藤秀明の結婚をよく思わなかったから写真を流出させたってことか？おそらくそうでしょうね。
また結婚というタイミングですし、週刊誌に写真を売ることによって結構いい金額が入ってくると思ったかもしれませんね。とんでもねえな。お金のために友達と伊藤秀明が写ってる写真を流出させるなんて。こればっかりはカメラを回させてしまった秀明さんの手の甘さですね。こんな内容、結婚直後に報道されて大丈夫だったのかよ。大丈夫でした。現在まで離婚のような話は一切ありませんよ。秀明さんはもともとプレイボーイで有名でしたから、奥田さんも多少は覚悟していたのかもしれませんね。プレイボーイっつっても、今までどんなやつと付き合ってきたんだ？そうですね。噂も含めるとだと、井上真央さん、黒木メイサさん、山田優さん、水野美紀さん、アビル優さん、米倉涼子さん、小島春菜さん、そして加藤愛さんです。おいおい、とんでもねえじゃねえか。しかも、奥田あずさとの出会いの加藤愛とまで。加藤愛さんは噂程度ですね。秀明さんは否定はしていますが、デートに行っていたりしていたことは確かなようです。マジでプレイボーイだが、伊藤秀明みたいなイケメンと付き合える女の子は幸せだな。それはどうでしょうね。秀明さんは2001年にマジックマッシュルームをやっていたことがあったんですよ。なんだそれ。仕事で疲れたし、マジックマッシュルームでもやるか。2001年4月10日に秀明さんはマジックマッシュルームを食べたそうです。この頃マジックマッシュルームは合法で市販されていました。秀明さんは幻覚症状が出た状態でコンビニに行ってしまいます。いらっしゃいませって、おー、何やってるんですか。うるさい、話せバカ野郎。困ります。苦しい、助けてくれ、救急車を。何なんだこの人。秀明さんは自宅近くのコンビニで1時間近く暴れた後、病院に搬送され緊急入院となりました。当時マジックマッシュルームは合法だったため逮捕などはありませんでしたが、危ないものに手を出していたという事実は残りました。意外だな、薬系の話があるなんてイメージがなかったぜ。さらにこれについてはガーシーがさらなる暴露をしています。またガーシーか。秀明さんがやっていたのはマジックマッシュルームではなく危険ドラッグだったそうです。え、それが本当ならとんでもないことかぞ。ガーシーさんもその日秀明さんと一緒に遊んでいたらしく、薬を飲んでいることは有名だったそうです。おいおい、伊藤秀明って結構悪いやつじゃねえか。もう20年以上前の出来事ですし、現在はやってないようなので安心してください。当たり前じゃねえか。てか最近伊藤秀明見ないけど何やってるんだ。海外に住んでいるようですよ。海外移住のきっかけは英語が話せるようになりたかったからだそうです。はい、じゃあ伊藤君は英語教師の役だから英語でセリフ喋ってね。え、俺全然英語できないんだけどな。よーい、はい。What did you do yesterday? お疲れ様。なんとかなったかな。秀明さんは2012年公開の映画悪の経典序章で英語教師役で英語を話すシーンが多くありました。秀明さんは話せないながらもなんとか撮影を終えたようです。映画公開されたし評判でも見てみるか。え、伊藤秀明英語の発音ひどすぎね。英語教師になんか全然見えないんだけど。英語の発音がまずかったのか。くそ、絶対英語ペラペラになってやる。このことがきっかけで2016年頃から海外に語学の勉強のために留学したそうですが、現在も海外に住んでいるようです。だからあまり見なくなったのか。現在では家族全員で移り住んで、秀明さんも通訳なしで英語をペラペラに話せるようですよ。それはすごいな。結局伊藤秀明って真面目なのかヤバいやつなのかよくわかんねえな。独身時代に遊びまくって結婚したら心を入れ替えて真面目に頑張っているようですね。うまいこと生きてるな。